どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイボルブ&アーケード。各場所に設置された様々な遊具で遊ぶことのできるワールドとなっています。まず最初に紹介するものはランチャーを打って的当てができるゲームです。設置されたランチャーに近づくと自動的に両手に追従するようになっております。その状態でトリガーを押すことで放物線を描くように弾が発射されるようになっています。これを使って遠くにある的に向かって撃つことができます。当てると割れる音がなんとも心地よい。的は見える範囲にある他に移動し続けるのもあったりします。すべて見つけて全部の的を割ってみましょう。次に室内アスレチックで鬼ごっこが楽しめるコーナーもあります。参加するにはこのパネルを踏むことでエントリーすることができます。参加してしばらく経つとエリア内の誰かが鬼となり赤い判定に覆われます。この状態で接触されると捕まったこととなり鬼側の判定が自身に移ります。鬼側になると他の参加者が緑色になるので頑張って接触して捕まえましょう。アスレチック内は入り組んでおり、特典であるチーズや掴んで登れるスペースなどがあります。特に勝利条件などはないので飽きるまで鬼ごっこを楽しみましょう。さりげなく海外のミームネタも仕込まれております。他にもアーケードコーナーが存在しており、そこに置いてある筐体でゲームを遊んだりすることができたりもします。とにもかくにも遊べる要素が豊富な、まさしく室内テーマパークとなっております。ここで紹介しているものはまだまだほんの一部で、実績を解除することで遊べる要素も増えたりもします。クエスト対応もされていますので大人数でワイワイ楽しむことができるようにもなっていますよ。そんな感じでテーマパークが楽しめるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。